4月6日火曜日の天気痛予報をお伝えします。5日に接近通過した低気圧、前線がだんだんと離れ、仙台や金沢、東京などで気圧の変化が大きくなる予想のため警戒となります。こちらの警戒エリアでは日中よりも夕方にかけて警戒が高まります。では東京の予想をピックアップして見ていきましょう。このように21時に注意から警戒に変わります。未明には落ち着くものの、7日の朝には再び警戒になる予想です。天気痛は気温や湿度のほか気圧なども大きく関係していると言われています。頭痛などの天気痛を感じやすい方は早めの対策を行ってください。